皆さんこんにちは。皆さんはオリンピックで2度のメダリストとなり、自分で自分を褒めたいという名言を残した元マラソンランナーの有森裕子さんを覚えていらっしゃいますか？若い世代は知らない方が多いかもしれません。現役を離れ少し痩せたようですが、その引き締まった体は現役時代と変わっていません。きっと今でもトレーニングをしているのでしょう。現在は生活を満喫しているようですが、もう結婚はこりごりという有森さん。結婚当時マスコミなどで騒がれた有名なあの話を有森さんのプロフィールとともにご紹介します。1966年12月17日、岡山県岡山市生まれ。岡山市立江北中学校時代にはバスケットボール部に所属しました。その後、就実高等学校へ進学し卒業。スポーツ万能だった有森さんは日本体育大学体育学部体育学科に進学し、運動会の800メートル競争ではなんと3年連続優勝。当時長距離女子マラソン第一人者の増田明美さんに憧れ、増田さんの載った記事を練習日誌にも貼っていたそうです。1992年バルセロナオリンピックで銀メダルを獲得。1996年アトランタオリンピックではかかとの手術を受け苦戦が予想されましたが、執念の走りで銅メダル。レース後に語ったのが、自分で自分を褒めたいという言葉で、この年の流行語大賞に選ばれました。美人で清潔感もあり、好感度抜群のアスリートだったので、当時はメディアからも引っ張りだこになり、多くの CM に起用されました。そんな彼女が結婚したのは1998年。お相手はコーチトレーニングのために滞在していた町、アメリカコロラド州ボルダーで知り合ったガブリエルさん。かつて日本に住んだことがあり、片言の日本語を話すことができたそうです。次第に二人は惹かれ合い、交際がスタートしました。そして有森さんは彼のプロポーズを受け入れ、1998年1月に教会で結婚式を挙げました。しかしガブリエルさんは後になって問題となるあることを抱えていました。有森さんはそれを知った上での結婚でしたが、なんと結婚の記者会見の席で彼がカミングアウトしてしまうのです。それは I was gay、 僕はゲイだった。この言葉に日本中が騒然となりました。ゲイとは男性女性ともに OK なバイセクシャルのことで、最近でこそ一般に認知されるようになりましたが、当時の日本で同性愛者といえば異質なものでした。会見中の有森さんは終始顔をこわばらせ、笑顔を一つも見せず号泣してしまいました。さらにガブリエルには性格的にルーズな面があり、宅配ピザやスーパーマーケットの代金不払いや複数のゲイバーに出入りしていることを報じられました。有森さんはこの騒動で CM スポンサーが次々と離れ、講演会の中止も相次ぎました。そして2011年に離婚。当初からこの結婚は続かないと言われていましたが、実際の結婚生活は12年間にも及びました。どのような結婚生活だったのかは想像もできませんが、結婚はもうこりごりと彼女が言うのも納得です。メダルも獲得し、数々の名言も残し、順風満帆の人生であったかのような有森さんでしたが、実は波乱万丈な人生を送っていたのです。現在は独身で陸上協会の理事も務め、東京オリンピックでのメダル獲得のため忙しく充実した毎日を送っている有森さん。これからも元気で頑張っていただけるよう応援しています。